さまざまな理由で不登校になった子どもの教育の機会について考える講演会が、きょう宇都宮市で開かれました。この講演会は、不登校の児童や生徒の多様な学びの場や支援の仕組みなどについて伝えようと、NPO 法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワークが2017年から全国で開いているもので、県内で行われるのは今回が初めてです。会場には子どもを持つ保護者や教育関係者などおよそ130人が集まったほか、オンラインでも100人が参加しました。講演に登壇した文部科学省初等中等教育局の大野照子さんは、不登校の児童・生徒が急増し、全国におよそ30万人ほどいて、去年、文部科学省が取りまとめた不登校を支援するための方針、こころプランで、誰一人取り残されない学べる環境を整える必要性を解説しました。学校に行かない理由は人それぞれ異なるため、一人一人の特性に合った支援策を考えることが重要だということです。学校に行けない子どもたちへの支援を考える上で、やはり重要なのが、学校に引っ張って連れていくって、そういうことではなくて、やはり社会的自立というものを主体的に子どもたちが考えていけるような支援なり、教育を行っていくということ、そういう視点がですね、重要になってくるかと思います。また、クロストークでは、不登校でもオンラインを活用すれば、新たな人間関係が生まれ、交流の機会も作られることなどについて、不登校支援を行う県内の団体の代表者らが意見交換を行いました。今までその不登校についていろいろ考えてきたつもりではあったんですけど、頭の中が整理されたなと思いました。